法律用語になれない。はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、法律用語になれない、これですね、もうたくさんの多くの方がどれだけ勉強しても、まあ、法律用語何言ってるのか分かんないと、日本語なのに日本語じゃないような気がすると、まあ、いうご意見すごくいただいております。もう本当私もね、勉強始めた時っていうのはもう本当そんな感じでした。文章は読めるんですよ、読めるけども、結局何言ってんのか分かんないってことがね、もうたくさんあったんですね。で、私は結局はそれをまあ何とかして乗り越えて、まあ今では分かるようになったんですけども、じゃあそれどうやって乗り越えてきたのか、これをですね、今回、お伝えしようと思っています。で、大きく分けて2つのステップに分かれます。まず1つ目、調べるっていうことですね。わからない、法律用語とかが出てきたら、ちゃんと調べる。これすごく重要なんですよ。で、これなんで調べるのかっていうと、目的はちゃんと理解をするっていうことなんですね。単に文字が読めるっていうだけではダメなんですよ。それがどういうことを言ってるのかっていうのをちゃんと理解しないと、結局問題文がわかんなかったりとか、まあ、テキストに載ってる内容がわかんなかったりするわけですよね。それでは勉強してても勉強してる意味がないわけですよ。勉強できていないってことですよね。わからないことをわかるようにするのが勉強なんで、わからないものを調べてわかるようにしていく。これが勉強なんですよ。だからそれちゃんとやっていきましょうっていう話なんですね。まあ、具体的にはある法律用語ありましたと。そうした時に噛み砕いて、で、自分なりに咀嚼してね、理解をしていく。そのために具体例を調べたりとか、まあ、どういったイメージなのかってね、想像したりとかすると。これすごく重要なんですよ。例えばこのね、欺罔っていう言葉、実際法試験でもう出てきた言葉なんですよ。私自身これね、読み方わかんなかったんですよ。欺罔って、読み方わかんなかったらこれ調べれないんですよね。調べれない。だから私どうしたかっていうと、もう周りにいるね、会社の人だったりとか、まあそういった人にこう聞くわけですよ。聞くで、欺罔って読むと、もうここまでわかれば、あ、欺罔って調べて、あ、そう、あ、なんか詐欺みたいなイメージなんだなっていうふうにこう分かるわけですよ。の詐欺って分かったら OK ですよね。まあ人を騙すっていうことなんで、あ、騙すことなんだな。で、じゃあ実際、本試験の問題見て、あ、A さんが B さんを騙したんだなってことはこう分かったりするわけなんですよ。単に欺罔行為を行ってとかってなったら何言ってるか分かんないわけですよね。でも、あ、騙したんだ、詐欺を働いたんだって言ったらここで分かるわけですよ。これで OK なんです。これぐらいの知識で大丈夫です。で、もう一つね、ちょっと私よりレベルが上の人、読み方が分かんないじゃなくて、なんか、偽っていうのは、これ詐欺の偽だなとか、もしくは欺くっていう、感じだなって分かった人は、おそらくもう自分自身でね、あ、もう、あ、これ詐欺でしょとか、これ欺くことでしょって分かるわけなんで、もうそこまで言ったらもう十分 OK。行かない方はちゃんと人に聞いて、読み方聞いて調べるっていうことをやっていきましょう。そうすると自分なりに噛み砕いて問題文が分かったりしてきますんでね。で、続いてですね、ステップ2、まとめる。これもすごく重要で、まあ一回勉強してもこれね、覚えられないんですよ。これが、詐欺の意味なんだって覚えられない。まあ覚えられる方もいるかもしれないけども、私は覚えられなかったんですね。そうすると、まあ1ヶ月後とかまた復習ってなった時に、これまた調べるんですよ、ネットで。で、また読み方を忘れちゃったら、また人に聞いちゃうと。もうめんどくさいじゃないですか。だから、ちゃんと調べたことはまとめるってことがすごく重要なんですね。で、このまとめる目的って何なのかっていうと、これは勉強の効率化を図るためなんですね。一回調べて、で、まあその時分かったかもしれないけども、だいたい人って忘れるんでね、何回か復習しないと頭に入ってこないんで。で、また1ヶ月後にまた調べる。また1ヶ月後調べる。もう何回も何回も調べる。時間もったいないじゃないですか。だからまとめておく。わからない単語集みたいなの自分で作るとかね。まあ、いろんな方法あると思うんですよ。そしたら、わからない単語出てきたら、それを見たらいいだけですよね。そしたら、めちゃめちゃ早くなるんですよ、勉強が。初めは時間かかるかもしれないけれども、2回目の復習、3回目の復習がどんどん早くなってくるんですね。もう3回、4回になってきて、ああ、あそこに書いてあったなとかってわかるんで、あ、なんか調べたことあるな。そしたら、その調べた用のノートを作っておけば、そこ調べたらわかるわけですよ。で、それでも、ま、なんかわかんないなと思ったら、追加でそこに加筆していく。追加で、文字を入れていく。っていうようなことをしていけばいいわけですよね。そのようにぜひやっていきましょう。
ただですね、これ、まあ、独学の方とか、まあ、予備校の方も実際ね、先生いたとしても、その、予備校の先生に聞ける時間っていうのは、大体限られてるんですよ。10分だったりとかね。そうすると分かんない単語がブワーって、絶対出てくるんですよ。初めって。それをじゃあ、先生に毎回毎回聞くっていうのはできないんですよね。時間的に無理なんですよ。だから結局は自分で、コツ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 やっていかないといけない。となってくると、何が重要かっていうと、もうこれ、気合とね、意識なんですよ。もう気合っていうのはまあ根性とか根気ってまあ言い換えても全然いいです。もうね、超めんどくさいです。私やってきましたけども、もうね、もうめんどくさい。もう毎回毎回、常にパソコンここに置いておいてですね、まあノートパソコン置いておいて、で、こっちで調べて勉強して、こっちで調べて勉強しての繰り返しなんですよ。で、さらにこっちにノートがあって、まとめるわけですよね。もうめちゃめちゃめんどくさい。ただ、それをやんないと、これは理解できないなって私は気づいたんですよ。はじめはそれやってなかったんです、全く。全くやらずに、まあ、なんかわかんない言葉があっても、とりあえず覚えちゃえみたいな。わかんないまんま覚えるみたいな。まあ、あんま意味がないんですけどね。で、結局、問題を解けるようになったんですよ。ただ、ちょっと違う問題が出たら、ポイント一緒なんですよ。詐欺に関する問題なんですけども、ちょっと言い方を変えられたら、それで解けなくなっちゃうんですよね。で、それなぜかって言ったら理解しないから。ってことに気づいたんです。だから、あ、このやり方、いわゆる過去問だけを、解いて覚えてのやり方、またテキストの内容を、覚えるっていうやり方だけではね、いわゆる丸暗記学習では点数伸びないってことに気づいたわけです。だから、すぐに勉強のやり方変えて、もうめんどくさかったけども、この2ステップを使ってやってきました。そして一気に点数って上がってきたんですね。だからこれをやるには、本当気合と根性、根気がすごく必要です。まだ時間も必要ですね。時間かかるんでね。ただ、やっぱこれすごく重要なんで、これやっていきましょう。あと、意識。この意識っていうのは、意識をしながら、これをやっていこうって決めないといけないんですよ。まあ、決断って言ってもいいかもしれないですね。いわゆるもう丸暗記学習っていうのが自分の中でもう習慣化してるんですよ。これまでね。まあ、私はどちらかというと、前に進めたい、前に進めたいっていう人なんですよ。早く進めたい。だから、調べるって時間かかるじゃないですか。時間かかるから、あ、もう調べるのをやめて、もうとりあえず解けた、OK、次の問題、みたいな感じで、私はせっかちで行く人なんですね。で、それやってると、伸びないんですよね。で、それは分かってるんですよ。分かっててもやっちゃう。時に、あ、これじゃダメだ。ちゃんと意識してね、このまんまじゃ落ちちゃうよと。確かに、進むの、速度は速いかもしれないけども、結局実力にならない。落ちちゃう。だから、意識して、それはやめよう。ちゃんと理解学習に変えようっていうふうに、もう常日頃、もう初めなんかもう、いつも思ってましたね。やっぱすぐには習慣って変わらないもんなので、やっぱやっちゃうんですよ。もう丸暗記になっちゃう。もうまとめない。これやっちゃう。全然やらないんですよ、これ。でも、一日勉強して、あ、結局やってなかったなと。で、今日やったことを振り返る。そうすると、全然頭入ってないんですよ。で、同じ問題をちょっと解いてみた。全然解けない。結局何言ってんのかわからない。ああ、やっぱこれダメなんだと。っていうのを、もう、短い単位で気づくっていうのか、ちゃんとチェックしていったんですね。このまんまじゃダメなんだな、ということをもう毎回毎回チェック。昔は本当に1ヶ月に1回とかでチェックしてるぐらいなんで、その1ヶ月間無駄にするんですよ。やろうってね、初め決めるけれども、また同じような丸暗記学習の習慣になって1ヶ月間経って、で結局時間を無駄にすると、もうこれじゃダメだと。時間って本当限られているし、もう取り戻すことができないんですよね。であれば、もう本当に毎日もうチェックするぐらいの気持ちでやっていかないと、本当にね、習慣って変えれないんですよ。私はそのためにスマホに手帳機能あるじゃないですか。そういったところにもう見直しみたいな感じで毎日見直しって書いてあるんです。もうどこ見ても見直しみたいな感じで書いてあるようにしたんですよ。そうすると常に見るわけですよね。見直せと。見直すって何を見直すかって、この意識ですよ。まあ意識を見直すっていう意味で私は見直すって書いたんですけども、ちゃんと理解学習できているのかっていうのを意識したんです。もちろんね、スマホで見直すでは意味わかんないから、自分なりにね、じゃあ理解学習とかって書いとくのもいいかもしれないです。そうすると自分なりに、あ、理解学習できてるのかどうかって、常日頃意識するじゃないですか。その意識ってすごく重要なんです。そうすると勉強を始めるときに、あ、理解学習重要だってなんか小野が言ってたなと、あ、ちゃんとそれやんないとな、みたいな感じで意識するようになるんですよ。
それを初めは意識的にやってるけども、ある時からそれが無意識に変わってくるんですね。無意識にやるようになる。これはもう習慣変わったってことなんですよ。そこまで行ってしまえば、あとはもうどんどんこれもう自動的にやっていくんで、意識しなくてもやるようになるんですよ。そうすると点数がブワッと上がってきます。で、ぜひですね、それを行ってみてください。で、これを自分一人でね、やっていくの難しいな、予備校通っててもこれをやるのは難しいなってもし思われているのであれば、個別指導ご検討いただければと思います。個別指導であれば分かんない単語あったら言っていただければ私がそれ解説いたしますし、具体例も私自身出しますんで、その点ご安心ください。で、一緒に勉強を進めていく中でもう習慣で変わっていきますんで、また変えるように私はしていきます。ちょっと厳しい言い方をしていくかもしれないけども、このまんまじゃ合格できないですよ。こういうやり方していきましょう。やっぱね、お客さんによって何度も何度も言うんですよ。まあ、この習慣だけに限らず、いろんなやっぱ悪い習慣ってあるんですよね。いわゆる合格に近づかない勉強習慣ってあるんですよ。まあ、いろいろあって、まあ、ある方はこれ、ある方はこれ、ある方はこれってあるんですけども、その人に応じて、またこれやっちゃってるんで、これ注意していきましょうね、みたいな感じでずっとやり取りしていくんですね。その中で変わっていくんですよ。そうすると点数でバーって上がってきますんで。もし自分一人でその習慣っていうものを変えるの難しいのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。効率的な勉強して、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。